んこんにちは、楽天競馬ポイントもらっちゃお娘ポームスの津田まりなです。夏の恒例となりました、バンエイト勝ち JRA ジョッキーデー2019、今年も8月19日月曜日に帯広競馬場で開催されます。今日はその魅力をたっぷりとお伝えしたいと思います。さあ、まずはバンエイト勝ち JRA ジョッキーデーとはどのようなイベントなのか、昨年の様子を振り返りながらご案内していきたいと思います。世界で唯一のバンエイト勝ちを盛り上げようと JRA ジョッキーの呼びかけにより帯広単独開催となった2007年から始まり、今年で13回目を迎えるイベント、 JRA のトップジョッキーたちが普段乗り慣れたサラブレッドの鞍上から馬場の引くソリの上に舞台を移し、模擬レースやトークショー、馬券予想など皆様と一緒に盛り上げます。昨年は藤田菜々子騎手が初参戦、模擬レースといえどもそこは勝負し、本職のバンエイジョッキーとともに本気で勝負に挑んでおられました。またこのイベントには楽天競馬をはじめ楽天グループ全体として年間を通じて実施しているバンエイト勝ち応援企画で上半期最大のイベントと位置づけ熱烈サポート、ご参加いただいた皆様が楽しんでいただけるよう優勝騎手宛クイズキャンペーン、当日のレース協賛や日替わりポイント還元、そして私も出演しますニコニコ生放送特番、限定特典付き楽天トラベルスペシャルプランなどなど、さまざまな特典をご用意して来場された方もネットでご覧になる方も皆さん楽しめるイベントとして盛り上げます。さあ、それではここからは今年の参加騎手に直撃インタビュー、意気込みを聞いてみたいと思います。はい、荻野拓磨騎手にお越しいただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。昨年は3度目の優勝でしたね。そうですね、本当に僕バンエイ競馬と相性がいいのかよく勝たせていただいて本当に毎回楽しみの企画の一つで、楽しみです。楽しみしてます。今年も結構馬券なんか楽しまれたりするんですか？そうですね、さっき来た頃は馬券買ってたんですけど、最近はちょっと乗ってる方がやっぱ楽しいんで、で難しいってのはよくわかるんで、乗っててはわからないんで買ってないですちょっと可愛くかけてます、はい。普段乗っておられる平地の競馬と万栄競馬ってどういうところが違って、どういうところが面白いですか？そうですね、本当にやっぱり平地の方は障害坂っていうものがまずないんですけど、やっぱりそこでの駆け引きっていうのが本当に命運を分けるというか、そこが得意な苦手な上り切れば強い馬とか、なんかそういうのがあって本当に面白いなと思います。予想する方も今年はどうしましょうか？4度目の優勝ありますか？本当に苦渋次第だと思うんですけど去年はね、菜々子ちゃんのね初出場初優勝をね阻止して、途中で歓声が悲鳴に変わっちゃったんですけど僕が指してリベンジしたいっていうコメントがもらえたのは良かったかなと、なんで今年は僕も本当に楽しんで乗りたいと思いますし、もちろん連覇目指して頑張りたいと思います。毎年、この企画は、僕たち JRA ジョッキーも本当に毎回楽しみに、している企画です。また僕ら行くことによってバンエイ競馬の魅力を少しでも伝えられればと思っていますし、ぜひ、皆さんバンエイ競馬に遊びに来てください。今年も優勝目指して頑張ります。はい、勝浦正樹騎手にお越しいただきました。よろしくお願いします。お願いします。唯一の皆勤賞ですけども、夏の恒例行事ですね。毎年言われてますよね、はい、やっぱり皆勤賞としては優勝を、全くそんなことは思ってないですそうなんですか、欲はでも出ることに意義があると思ってるんで、はい、参加できることに意味があると思ってます。楽しみにしてくださってるんですか？そうですね、楽しみにしてます、はいはい、今年もお邪魔します。よろしくお願いします。はい、国分京介騎手にお越しいただきました。よろしくお願いします。昨年は3着5着でしたよね。そうですね、やっぱりまだ1着がないんで、はい、1着が欲しいです、はい、でもだんだんコツは分かってきたんじゃないですか？いや全く分からないですね、本当に馬にお願いして引っ張ってもらってる感じですね、はい、どうでしょう、バンエイジョッキーと何かコミュニケーション取ったりとかは？そうですね、パーティーが
その日の夜あるんで、はい、その時によく喋ったりとか一緒にお酒飲んだりはしました、はい。今年も呼んでいただきありがとうございます。今回で3回目になるので、1着取れるように頑張ります。それでは丹内雄二騎手にお越しいただきました。よろしくお願いします。今回初参戦ですよね。そうです、初めて行きます。バンバーご覧になったことありますか？結構見てます。はい。どんな感じのイメージ持たれてます？そうですね、ソリに乗って馬を動かすんでね、まあ、でも僕自身冬はずっと函館でソリに乗ってたんで、ソリの扱いには自信あります。じゃあ最初からいきなり優勝を目指していきますか？もう優勝しか狙ってないんで経験者ぶっ倒していきますんで、応援の方よろしくお願いします。ソリ使いなら任せろ、優勝するぞ。ソリソリじゃないんだけどね。期待してます。頑張ってください。岸田雄二騎手にお越しいただきました。よろしくお願いします。毎年楽しんでいらっしゃってますか？はい、毎年僕の中では一大イベントですごく楽しみにしてます。あ、はい、そう言っていただけると大変嬉しいんですけれども、ちょっとそろそろどうでしょう、結果も欲しいところですかね。いつも上位争いした記憶がないんでなんとか、はい、上位争いしたいですね。そのために今年なんか秘策とかはあるんですか？なんかね、くじ運もない気がするんでまずそこからかなと思います。くじ運からまず、はいはい。今年も、JRA の騎手みんなで行って、楽しいイベントになるように頑張りたいなと思います。応援よろしくお願いします。前泉ひろと騎手にお越しいただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。2年ぶり5度目の参戦ということですね。はい、そうです。どうしましょうか？まだ5度目なんですけど初勝利挙げてないということで。そうです、まだ勝ったことないですね。今年はどうでしょうか？秘策とか何か作戦ありますか？いや、もうしがみついてるだけなんで秘策もなかなかないんですけど、はい、まあ、落ちないように気をつけます。バンバの魅力ってどういうところに感じていらっしゃいますか？まあ、なんか最後足、まあ、スタートしてある程度あーって前の方行ったとしてももう最後坂登るときに動かなくなったりとかするんで、まあ、そういったところのやっぱり駆け引きとか、まあ、後ろからも最後いいやつ買ってきたりとかするレースとか見たことあるんで、まあ、すごい奥が深い競馬だと思います。本当に最後までわからないところ魅力ですよね。そうですね、ソリが確か最後まで入らないとあれですね。ソリのお尻が入らないと。そうですよね。なかなかああいうところの接戦とかすごい迫力というか見てて面白いと思いますね。僕自身もすごい楽しみにしているイベントなので、まあ、一緒に当日楽しみましょう。よろしくお願いいたします。はい、横山和夫騎手にお越しいただきました。よろしくお願いします。お願いします。今回初参戦ということですが、バンバをご覧になったことってありますか？いや、もう全くの初めてで、ちょっと今回はすごく楽しみにしています。初参戦だけど勝ちたいとか優勝とか目標ってありますか？いや、もうもちろん出るからには勝ちたいですし、はい、そういう意味でもすごく楽しみにしています、今回は。特に楽しみにされていることは？そうですね、本当に見るのも初めてなので、その大きさっていうのもちょっと気になりますし、全然ね、もう分からないことだらけなんで、まあ、もうとにかく楽しみなことだらけです。はい、万円競馬でも一生懸命頑張ります。よろしくお願いします。それでは横山武史騎手にお越しいただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今回初参戦となりますね。そうですね。去年はちょっと怪我で出れなかったので、私はなんとか出れるようにしたいですね。楽しみにされていること何かありますか？やっぱバンバーは国境そばとは違うと思うので、まあ、どういう馬なのかなっていうのにすごい興味があります。去年は出れなかったので、私はまず無事に出ることを目標にして、まあ出れればいい結果を残せるように頑張ります。よろしくお願いします。さあ、それではここからは参加騎手を代表して松岡正美騎手に JRA ジョッキーデーのイベントや万栄競馬の魅力についていろいろとお話をお伺いしております。それではどうぞ。そうですね、まあ、毎年行かせてもらってるんですけど、まあ、迫力はね毎年感じますしね、山を越える瞬間とかねいつもすごいなと思って見てます。いや、もうほぼ一緒ですよね。やっぱ駆け引きがあったりとか、あんまりこうなんていうんですかね、大幅に違うってところはなくて、
やっぱり馬の能力とか体力とかと相談しながらやっぱ競馬をこう組み立てていくっていう点ではそのすごく似てるなと思いますね。いやもうないですよ、そんなもう11回目ですか、1回も馬で乗れたことないんでバンバンすごい難しいなって毎年思いますね。そうですね、多分ダメだと思うんですけど、まあ、声援をいただけたら嬉しいと思います。あ、そうですね、やっぱ皆さんの、ね、顔を見たりとか、あ、去年も来たよとかね言ってくれるとね、あ、来た甲斐があったなと、はい、毎年思うんで、ね、バイオの騎手の方もそうですけど関係者の方もね温かく声かけてくれるんで、そういうのを楽しみに毎年行ってます。そうですね、まあ、11回目ですか今年で、まあ、そうですね、ちょっとあんまり結果いい結果出たことないんでちょっと強気なことは言えないんですけど、まあ、なるべく頑張って、はい、行きたいなと思います。さあ今年は参加される騎手の皆さんが当日どんな騎乗を見せてくれるのか、そして誰が優勝するのか楽しみですね。今からワクワクです。ジョッキーならではの視点で展開する馬券予想トークも必見です。今年こそでかいの当てます。ファンエトカチ JRA ジョッキーデー2019は8月19日月曜日帯広競馬場で開催されます。皆さん帯広でお会いしましょう。どうしても来られないという方は楽天競馬とニコ生でお楽しみください。僕もゲスト出演します。北の大地で JRA ジョッキーたちの熱い戦い、こうご期待。ポイント、ポイントって馬券で勝負でしょうね、マーヤ。先輩、10分の遅刻ですよ。そもそも先輩ポイント大好きですよね。この前の旅行もポイントでしたよね。あ、そうそう、はい、お土産。え、猫の餌。あ、間違えた、こっちでした。はい、お土産ありがとうございます。さっきの猫の餌もポイントでしょ。このお土産も絶対ポイントですよね。そもそも馬券買わなきゃポイントもついてこないんだから、やっぱり馬券。そういえば今日の先輩なんとなくゴージャス、あれもこれもこっちもあっちも、ちょっとしたサービスなんかも、これもこれも買っちゃって。ポイントやばくない？競馬は楽天スーパーポイントがやばいらしい。馬券で最大 10% 還元、嬉しいがたまる楽天競馬。